今ベッド置いてあるとこあるじゃんか。あれそろそろもうちょっとなんかいい環境に、ちょっとベッドを雑魚寝すぎるってこと？そう、雑魚寝すぎるから、ちょっとなんかベッドの部屋みたいなやつがあった方がいいんじゃないの？個室って必要あるかな？あー、いや、それなー、それぞれの秘密基地に個室って、うん、どうなんやろな、いらんよな。秘密基地って別になんか個室のイメージはあんまりないけどな。まあ個室を作ることによって の精神の安らぎにはなると思うよ。4人で活動してて1人になれてる時もあるじゃん、やっぱり。ログアウトやろいや、なんかちょっとさ、辛いことがあった時とか、ゲーム内でね、辛いことがあった時はその部屋に逃げ込んで、みんなが、仲間が助けに来るから。お前引きこもるだけやん、それいや、わかんないよ、お前引きこもるだけやね。逃げるところの部屋な。なんか、もう関係ないけどさ、うん、外にさ、レース場作らん、動物たちの一列ずつ柵でなんていうの作って、ああなるほど、誰賭けができるっていう。あ、いいじゃん、家畜レースやん。滝の上に作らん、うん、それやろうぜ。あ、いい感じ、いい感じ。天空競技場作ろう。天空競技場ね、かっこよ。もうちょっと鳴らしたいな、ここを。ここを平たくしたいな。ヤシモちゃん、あれは、はい、あの柵の作り方知ってる？ああ、だから俺柵作んなかったっけ前。あ、本当に？うん。じゃあこう柵を作って、まず4匹入れるやつをね作って。柵どうやって作るの？柵は、あ、これ棒だけだったわ。え、棒で作るんだ柵ってちょ、これ見て、ここに置くけど、これな、右クリックするとパッて開くねん。これあ、ゲートやん。そう、フェンスゲートがあったわ、そういえば。ほぉ、これを、これでその動物ここにやって、で、ここでなんかこうレッドストーンみたいなのかませてスタートみたいな、で、こう行くみたいなね。上乗れへんねんや。棒だけでできたかな。俺できた。はい、スイちゃんの勝ち。おい、俺はしごできたぜ。でもなるやん。そうでしょう、はしごはなかなかできないんじゃない。あー、わかった。で、あ、フェンスで、フェンスは違うんだっけ。フェンスでいいんだっけ。フェンスかな。フェンスって何だっけ。フェンスか。フェンス作った人は思い思いのあれ作れるで、レーンを。しもやが何してんの。え、フェンス作ってるけど。時間かかってるなぁ。フェンスって全然作れなくない？1回の工程で。え、今棒を大量生産してるから。ここで20本、1列20本やわ。100本いるやん。めっちゃいるな、やっぱ木。え、しもやが何をしてんのさっきから。え、だから棒を作ってんでしょ。棒を一気に作ったらいいやん。全部フェンスに使わないから、もう全部棒をもう一括でバッて作りゃいいね、うん、カチカチやりゃいいやん。やってるで。で、あとはもうあれでしょ、あの例の作り方でしょ、フェンスの。よし、できた。木が鬼のようにいるな。これでだってあれやろ、ああ4レーンぐらい作んやろ。しもやから何本できた。40個。40個作るのにどんだけ時間かかってんの。何個で早作れや。何してんのお前、まさか重ねてやってない。一回一回棒を1本って作って連続1個って。重ねてるよ、重ねてる。連打やんな。連打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 。
ああ怖いわ。じゃあ鶏にかけようかな。鶏早そうだしって言いそうじゃない。言いそう。言いそう。おお。おお、ちゃんとゲートになってる。結構結構ぽくなるもんやな。や本格的だね。すごいな。本格的だね。おお、すごいわ。いいやんいいやん。いやこのまっすぐだけにする？いやまっすぐだけにするか。これ曲がったり大変だもんな。曲がるのつくの大変だな、確かによく考えたら。まっすぐに飽きたら、まっすぐに飽きたらやればいいんじゃない？あとでも外がさ、不利やん、それは。ああ、そうか。大回りになっちゃうもんね。外が不利っていう本格的な考え方ね。じゃあ、本来のじゃあレースもじゃあ外側が不利なわけじゃんか。ああ、でも1マス差つけてんのか。そうか、そうか。本格的すぎんか。マジの競馬場みたいになってるやん。しもちゃん、あれ、タイマスをさ、複数作るか持ってきて。え、持ってるよ、もうタイマス。あの、このね、フェンスの上にタイマス置けるんやって、実は。へぇ。置いてみ？そう、そういうところに置くと、っぽくない？うわぁ、ほんとだ、すげぇ。うん。で、モンスターも出てくる。うわぁ、すごいね。いいじゃない。いって、お、え、え、え、あ。あ。やべ。このゾンビいじった、みんな。これ鉄装備つけてるやん、ゾンビ。マジ、うん、じゃあ殺したら鉄装備手に入るってこと？こともある。ちょっと誰、玄関のあの空手の看板誰壊したの？マジで看板変わってるんだが。いや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 、あれ出すのめっちゃ苦労したんだけど。知らんし。岩切君めっちゃ怒るで、お前ら。本当にマジかよ。気をつけてね、強いぞそいつ、剣持ってるから。無理無理無理。防具もつけてるからめっちゃ硬いで。頼んだ。あーあああ何してんねん、何してんねん。しかもスケルトンいるから、もうやめろってスケルトンいるって言ったじゃんか。もう出られへんねん、ここスケルトンに監禁されてて。でも工作者ないやろ。なんか入ったぞ、おい。いらっしゃいませ。あ、防具めっちゃ手に入った。マジすごいじゃん。一式手に入った。一式？一式？俺殺されたから落ちたんじゃないの？そうなの？あ、それ、あ、それを装備しとったんじゃない？ゾンビが。あ、そうかな。あ、そう、なるほど、そんなことするんだ。なるほど。うん。床に落ちてる装備品はね、実はゾンビシュッてつけたりするんだよ。賢いな。いって、お、え、え、え、あ。あ、いい。いい。いや、もうひどいひどい。クラゲ見てくれ、しもやこ。何？どうした？反応すんのか、それ。ああ、そうか、それでいい。オッケーオッケー。あ、違うわ。これ、こんなとこに置いたら。この距離じゃ反応せんのがきついんよな。そうだよね。だから。え、どうするんやろ、これ。なあ、影響力を強くすることってできるん？ああ、その隣接じゃなくてってことだよね。うん、あるんか。おお、出たぞ、調べるモード。ちょっと下通すの諦めるわ。おお。ああ、ああ、ああ、どうした？ここ置けない。ああ、ここ置けない。なるほどね。難しいなぁ。めっちゃむずいやん。外から通すしかないんちゃう。だからそう、こっちの1階向こう側から、このフェンスがなくなっちゃう。そうか、下通して上。うわ、配線工事のおじさんだ。こっち上がんなぁ言うてな。どうしましょうかね。あ、いけるんちゃうこれ。できたんちゃうこれ。おマジ完成ってこと？ちょっと誰かこのスイッチいじってもらっていい？え、どれ？ちょ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 そこ掘ってもらっていい？あ、はいはい、なるほどね。あスイッチ押せってことだったのね。
見といてな、そのゲート開くか、閉まったり開くかするかどうかってことだろ。うん、あ、いいよ。おー、閉まったぞ、開いたぞ。およし、来たー、できてる、すげー、できてるじゃん。よう作りますな。どうしよう、できた、イエイ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 。そうそう、スカウトされたらどうしよう、なんかマインクラフトの有名な人に。なあ、うん、急に絶対断るわ、そんな気持ち悪いやつ。ということで、ゲートはできましたよ。え、ちょ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 、もう一回押して、どこ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 、見に行こうや。え、見に行こうや。うわぁ、うわ、すげえ、パカパカ、すげえ、一斉に開くじゃん。え、趣味でやってはるんですかこれ。絶対やってただろこれ。すっごい、やってたなこれ。絶対やってたよな。嫁とマイクラやっとるやろこれ絶対。やってるわこれ。やってへんわ。完全にマイクラやってるわ。やっとったらお前らとやらんわ。すげえじゃん。で、ここに動物入れて、で、一斉スタートして、うん、ここ誰がたどり着くかなっていうことね。ゴールまで、そうそう、一気に。ゴールシステムはまだできてないけど、うんうんうん、まあいいでしょう、とりあえずは。そうね、逃がしていいんじゃない、あの一番速いやつだけ逃げれるみたいな。野生に。あそこでもこれしもじゃ、これ4マスにゴールのところに、はあ、4行くやん、誰が溶岩まで行けるかなっていう。ああ、なるほどね。最後10ってなるね。それか、ゴールしたやつ以外急に道が全部マグマが流れてきて残酷。ひどっ。おいおい、昔の処刑方法みたいで怖えんだけど。いや、でも多分作れると思うで、それ。まあまあ、そんなのいいとして、とりあえず動物捕まえに行くか。そうだな。豚、羊、牛、鶏か。お、畜生レースやん。畜生レース、勝ちくれです。行っていこうと思うんですけれども、うん、必要な動物を連れていくためには、今までさ、グッグッと押してたやん。いろいろ押してた。ケツケツから。あれ、めんどくさいので、自分の手に何か特殊なものを持っていると、動物っていうのは、こっちに寄ってきてくれます。はい。で、それがそれぞれ、まあ、食べ物ですね。その家畜が食う食べ物を手に持っていれば、引き寄せることができるので、その食べ物を作るのがめんどくさいので、うん、あっちの、村から取ってこようや。おー、なるほどね。天才的発想だね。村も人おらんから迷惑とかないもんな。何を育ててんの、あの村は。な、全部あるんじゃないかな。野菜はあった気がするけどね。前、ずいぶん前に行った時は。ていうか、人参と稲と種と、人参と稲と種ね。人参。種は普通にあるよな。種はあった。うん、それ稲か。これ種。あ、人参あるやん。あ、てか、稲じゃん、これ。稲っていうか、これ、小麦だけど、これ。あ、小麦ね。小麦だ。小麦、種、人参、あとのに。全部取んなよ、お前。でも、3種類しかなくていいんだ。うん。人参が豚で、小麦が牛と羊。オッケー、で、鶏が種。鶏が種ね。はいはい。うん。持ってるよ。じゃあ、2、3個でいいわ。レースしようよ、まず。俺らの中でも。あ、捕まえてくるレースね。牛。うん。3ポイント。はい、牛3ポイント。豚2ポイント。はあ。鶏2ポイント。羊1ポイントでやろう。羊1ポイントね。オッケー、なるほどね。ちょ、うん。よーい、スタート。よし。あそこのフェンスにいたらいいんやな。よしよしよし。おろ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 。おっと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 。ちょっと待って、ちょっと待って。絶対牛やわ。豚じゃないか、あれ。外れた。